お疲れ様です。よし。今日はですね。はい。西尾さんに。はい。変、なんだろうな。今まで使ってこなかったであろう、はい、エフェクターを使って、はい、セッションしてみたを。あ、はいはい。トロがあるの。ありがとうございます。僕の可能性を引き出して。可能性をやる。そうそう。新たな西尾智也を発掘していこうじゃないか。そんなこともやってくれるチャンネルになってきたんですか。いやー、そうですよ。ありがとうございます。やっぱね、あの最後のギターヒロとして、ね。わかりました。頑張ってもらえと。フルで頑張りたいと思います。なので、はい、今日は2種類、はい、あのこんなの絶対弾いたことあるかもしれないですよ。使っては来てないでしょみたいな。いやもう見た感じ、何か全くわからない。じゃあギターじゃあ弾いてもらっていいですか。じゃあ俺も説明しないんで、はい、じゃあこれもポンします。あ、いいじゃないですか。なんすかこれ。あの高知県がおばあちゃん住んでるんですけど、その二人を持って弾きました。これ何なんですか一体。これはね、リングモジュレーターって言って。あ、リングモジュレーター使ったことないでしょ。ない。でも、ボードに入ってたことはないですよね。ない。でも、一時期、あの、有名なやつなかったでした。ムーグ。あー、ムーグの。はいはいはい。あれ、なんかリングモジュレーター多分あったと思うんですよ。はい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 。あれを買おうかなと思ったんですけど、よう考えた時に、使うことないわ。あ、でも、リズム的アプローチがかなりあの必要になってきますよね。音程は結構大事だからね。ね。C コード弾いたら。どこに弾いてんのかみたいな。俺たちの C コードかみたいな。F もこれですからね。もう全部同じ。でもなんかやっぱ。めっちゃいいじゃないですか。ここで、モードを切り替えできて。なんすかこれ。これは、ま、高いフィルターに。
いや俺全然こんなにかっこいいもんやと気づきませんでしょ。俺全然ありっすね。これありっすね。全然あり。これでセッションするとあれかな、逆に俺の方が不利になる。いやそうじゃない、俺が攻めれば攻めるほどなんか音程わかんねえ。これ先生とありますよね、セッションで。なんかこれでリフ弾かれた日には、いやでもこれ全然めっちゃいいと思いますよ。じゃあちょっとこっち行きましょうかね。何なんですかそれ。一時期あの自作界隈に流行った、アグリフェイスっていうのがあって。何ですかそれ。まあ聞くんだろう。はい。あ。今日めっちゃいいエフェクター持ってきてくるじゃないですか。最高に楽しいぞ。でもなんかどこかファンクおじさん臭しますね。まあこれを改良して作った4次元ファズっていうのがある。あー、だからか、なんかね、聞いたことあるなっていう感じもして。めっちゃ普通にいいっすわ。なんかスリーピーサラスとかあの辺の。ああ、確かできましたよ、もう今ので。完全に、俺がエフェクターリストとして。そう、だから、今回のセッションは、誰かが回してくれるっていう。これ一緒にやったらどうなるんだろうな。あ、どうなるんの磨き上げた早弾き弾いたんですけど、全部同じ音で返ってきました。全部こっちのコントロールがピーッてなんか。いやでもね、
結構いいかもしれない。普通になんかあの俺ノイズとかそういう音楽聞かないんですけど、いいっすね。楽しいっす。こんな感じでしょ。なんかこう、なんかこうぐさっとくる感じの、いやなんかめちゃくちゃいい回になりましたね。普通にいい感じになった。普通にいい感じ。俺のもっとこれ困ったわみたいな感じ。いやーとかじゃなくて、やっぱこう西野智也のポテンシャルの高さと、ケンケンという人間のポテンシャルの高さが、いやーこれいい感じ。化学反応を起こしてしまっただけのなんか動画になってすいません。じゃあそんな感じで。よろしくお願いします。